七蔵チャンネル。はい、皆さん元気にしとうね。七蔵です。今回遊んでいくアイテムはこちら、ガッツハイパーキーウルトラマンベリアルキーです。はい、こちらはですね、講談社ムックウルトラマントリガーと遊ぼうの付録になっています。では早速ですね、中身を開けてどういった状態なのか見ていきたいと思います。カッターを使うときは気をつけましょう。はい、ではせーの、あ、せーの、ドン。あ、すごい。中身はですね、このようになっています。ピントが、あ、ピントが合いました。本体と説明書が入っています。それでは開けていきましょう。よいしょ。はいはい、まずは説明書から。ウルトラマントリガーと遊ぼう特製付録、ガッツハイパーキーウルトラマンベリアルキー。はい、このデラックスガッツハイパーキー別売りとは仕様が異なります。本商品から大人になりません。あ、なので今回のガッツハイパーキーに関しては、まあ食玩やガシャポンと同様ということですね。はい、では本体を見ていきましょう。これがガッツハイパーキーベリアルキーです。デシシウム光線をしているポーズですね。はい、ナンバリングは M-20 です。さっきも書いてあったんですけど、特に本体から音が鳴ったりはしません。裏はこんな感じです。で、横。はい、では早速デラックスガッツスパークネスと連動遊び、いきましょう。はい、講談社ムックウルトラマントリガーと遊ぼう特製付録のガッツハイパーキーウルトラマンベリアルキー、いかがだったでしょうか。はい、もう開けてみてですね、見ていただいたら分かったと思うんですけれども、もうすでに完成品となっていましたね。ガシャポンや食玩のように組み立てたりとか、シールを貼ったりとかっていうのは特になかったですね。はいはい、まあ、特にここに電池の蓋とかもあるんですけど、本体から音が鳴らないっていうことなので、はいはい、今回も楽しく遊べました。それではですね、今回の動画はここまで。またの動画でお会いいたしましょう。皆さん、お体には気をつけないかんばい。熱中症対策も忘れずにね。それではまた、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。